リン酸化したセリン酸基リン酸化は各種の有機化合物、中でも特にタンパク質にリン酸元を付加させる化学反応である。この反応は生化学の中で大きな役割を担っており、2013年2月現在、メドラインデータベースのタンパク質のリン酸化に関する記事は21万にも及んでいる。臨済化はホスホリル化とも呼ばれる。 リン酸化を触媒する酵素は一般に、キナーゼと呼ばれ、特にタンパク質を基質とするタンパク質キナーゼを、単に、キナーゼと呼ぶことも多い。なお、ATP 性合成を単にリン酸化と呼ぶこともある。1906年にフィーバス・レビーンが、ロックフェラー医学研究センターで、タンパク質卵黄素にリン酸使用があることを確認した。そして1933年までには、 フリッツ・アルベルト・リップマンと共に、カゼイン中にホスホセリンがあることを発見していた。しかしながら、友人 P ・ケネリが初の酵素によるタンパク質のリン酸化を発表するまでにはさらに20年を要した。タンパク質の可逆的リン酸化は、原核生物、真核生物の両方の生物に存在する重要な調節機構である。この過程は、キナーゼと ホスファターゼと呼ばれる酵素が関係している。多くの酵素と受容体はリン酸化と脱リン酸化でスイッチを入れたり切ったりしている。結果、化学的リン酸化は多くの酵素と受容体に構造変化をもたらし、それらを活性化または非活性化させている。リン酸化は通常、深核生物のタンパク質のセリン、トレオニン、そしてチロシンの残機に起こるセリン、トレオニン、 チロシン残機に加えて、リン酸化は、幻覚生物のタンパク質の塩基性アミノ酸残機、ヒスチジン、アルギニン、リシンにも起こる。R が極性を持つアミノ酸残機へのリン酸の負荷は、タンパク質内の疎水性の部分を極端に、浸水性に反転させることができる。この経路では、他のタンパク質の疎水性と浸水性残機の相互作用を通して、 タンパク質の構造変化を導入することができる。リン酸化の調節の例として、P53 ん抑制タンパク質がある。P53 タンパク質の調節は、とても多く、18以上のリン酸化サイトを含んでいる。活性化した P53 は、細胞周期の進行を抑えたり、アポトーシス細胞子を導くことができる。この活動状態は、細胞の状態がダメージを受けているか、 生理機能が通常の健康な個体を妨げている時のみ生じる。非活性化シグナルの時、タンパク質は再び脱リン酸され作用を止める。これは多くのシグナル伝達の形式の機構で、例として光が網膜の観光性細胞によって処理される過程がある。リン酸化を含む調節作用反応エネルギーを必要とする生物学的熱力学身体の 水分の含有量の向上性維持のための、浸透圧調節による、ナトリウムイオンとカリウムイオンの細胞膜、通過輸送時の NAA、k a t p r ーゼのアスパラギン散残期の、リン酸化酵素阻害剤の、調停インスリンシグナリング経路の一部分である、a ク t による GSK-3 酵素のリン酸化、C マタン、SRC キナーゼによる SRC チロシンキナーゼの、リン酸化は、 キナーゼドメインのマスクが閉じている状態で構造を巻きつけながら、その酵素の中で構造変化を誘導する、認識ドメイン経由で重要なタンパク質感相互、作用細胞質の構成要素である、細胞膜に固定された、ナットフオキシダーゼのリン酸化。現在のマルチタンパク質酵素は、食細胞の作用のタンパク質感相互作用の調節で重要な酵素の役割を果たしている。 タンパク質分解の重要性1990年代後半に ATP 依存する指基ン、プロテアソーム経路でいくつかのタンパク質のリン酸化が認められた。これらの標的タンパク質はリン酸化の時だけ E3 指基ン合成酵素のための基質になる。グルコースが細胞に取り込まれると直ちにリン酸化を受けてグルコースマイナス酸が生成されるが これはリン酸化により、グルコースが細胞外に拡散してしまうのを防ぐためである。リン酸化によって、電荷を帯びたグルコースマイナス6リン酸は、細胞膜の通過が困難になるからである。リン酸化を受けたグルコースは、解凍系などの代謝経路に入る。詳細は、グルコースマイナス6リン酸を参照。ありがとうございます。